はい、お疲れ。今日は日本酒かな。ロットナンバー付き3000分の2263、危なかったね、ギリ。ロット番号付きの日本酒、これ名前は幻とは手に入らぬこと。何これ、限定、超限定原酒品名、これでいいのこれ。幻とは手に入らない原酒っていう名前なの。日本酒もロットナンバー付くようになったんだね。まず飲んでみますか。甘口でしたね。ごめん、はい、ロットナンバー付き。こういうのね。これで今日はお寿司をじゃん買ってきました。ちょっと大量に買っちゃったけど、これ食べてきます。自分ちだから好きなように食べる。あとね、今日はおつゆはね、ワンタンスープ。あと今日は味噌カツとイカフライ。さて何からいこうかな。ホタテなのか、このちっちゃいホタテ。これわさびやっぱりさ、中につけてつけるっていうか、普通のお寿司の屋さんの方がいいよね。わさびついてないのね、今ね、スーパーだけど。今日のお寿司はスーパーで買ってきました。これは見えるホタテ、ちっちゃいホタテ。まあ、辛っ。あ、辛いけどやっぱここのスーパーさん美味しいね。この大トロは見てもらいたいんだよね。大トロだっけ、中トロだっけ、大トロだよね。このテカリうまそう。わさびをちょんと乗っけたから、お醤油が、お醤油はじく、お醤油はじく。大トロうまい、うん、うまい。イカフライも食べちゃおう。うまい、イカフライもうまいですね。あとワンタンスープ。あ、おいしいよ。おっと、うまい。タコどうでもいいよな、タコタコ、うん、ほんとうまい。こう下手すると俺はま寿司食うよりうまいと思うよ。うまい、タコ柔らかい、すっごい。に合うね。飛騨蓬莱って書いてあった。でもこれ原酒とは手に入らぬことっていうのが品名じゃないのか、やっぱ。やばい、寿司もうまいし、イカフライも、ひっくり返った、味噌カツ、うまい、全部うまい。さあ回転するのめんどくせえから、次飛び行こう。わさびこれ使ってんのにこんなに辛かったかよ、すげえ辛い。ホタテいきます。真ん中にカニ2個あったらラッキー。ホタテうまっ、うん、ホタテもうまっ。辛いんだけど、あら汁の代わりにワンタンです。ワンタン、ネギトロ、ネギトロ。あまりアップにするとピンボケなのかどうかが分かる。
シエビ。蒸しエビ。迷ったらマグロかな。この赤身はちょっとなんかうまそうじゃないな。マグロ。マグロ。口が飽きてきたら揚げ物。痛くない。残ってるでしょ。閉めるな勝手に。これ何エビだ。赤エビ、ただのエビ、黒エビ、よくわからない。エビ、生エビ。間にわさび入れた方がうまい。このサーモンだってなんか美味しそうじゃないよね。このサーモン。食ってみないと。シャリもうちょっとちっちゃくてもいいな。味はもう、うん、シャリも美味しいんだけどね。ここの。今日気分買い物行って乗っちゃっていっぱい買ってきた。母ちゃんからクレームついてます。こんなに誰食って。あ、うまいかやっぱね、寿司だけじゃ飽きるからね。うちはね、揚げ物いつもね頼んだりね、うちで食べるときの揚げ物、ポテトとかフライ、ああいうのがあるんだけど、やっぱ、うん、寿司と揚げ物って合うよね、なんだかんだ。今日の俺一番のメインはカニ。二つあるからまず何にもつけない。カニ。うん、まあ。一杯飲んでみますか。ロット番号付きの、幻とは手に入らぬことっていう銘柄です。はい、持ってきてね。ロットナンバーついてる。買ってしまうわな。うん。ダメ？うん。でも、うん、いけると思うけど、結構軽いぞ。軽いけど、アルコールちょっと、バスになるの。日本酒だから普通だべ、19度くらいよ。普通だべよ。普通だけど、飲みやすいけど、アルコールやっぱ高いんだ。高いってわかるもん。うん、俺もう酔っ払ってくると水なんだけど。ちょっと甘い水。絶対アルコールでそうなる。おい、いける口ですな。いいですな。限定品だからいいんじゃないの。なかなか飲めねえんだべ、学校。高めだけど、美味しいんだよ、ね、やっぱりそうしても。カーってやる時の顔がダメ。待て美味しそうじゃない。もっとこう憎いだけにカーってしまった。はい、俺のラスト、大トロ、カニ、卵。いいね。あ、追加がありました。追加でさ、イカが好きだからいいんだけど、サーモン2個来た。